まず私の大きな鍵といいますか人生を変える転機になったのが3つありまして、はいはい、一番最初が長男の出産でした。はいはい、長男はダウン症という知的障害がありまして、うん、はい、今21歳なんですけれども、そうなんですね。はい、まずその長男の出産というのが私にとっての大きな人生を変えるきっかけでした。うん、で2つ目が、はい、夫の突然死だったんですね。うん、今から12年前なんですけれども、はい、急性の心筋梗塞という病気である日突然亡くなってしまったっていうのが2つ目の大きな転機です。はいはい、そして3つ目が今から9年前なんですが、ちょうど夫が亡くなってから3年後になるんですけれども、はい、私自身が大動脈解離という病気になってしまって、なるほどですね、で存命率2割以下という病気、はい、はい、なんですけれども、はい、幸いにも命を助けていただくことはできたんですが、はい、その手術中の後遺症で胸から下に麻痺が残ってしまって、今は車椅子の生活になってしまったということです。壮絶なこのね過去のストーリーといいますか、乗り越えられてきた壁がねたくさんあったのかなと思うんですけれども、今ですね本当に大手のメディアテレビだとですね、ニュースゼロだったりとか朝日新聞の一覧であったりとか、本日は今日深夜報道ステーションにもご出演されるということで、多くの、ね、方々に感動であったりとか、生きる勇気を与え、全国で講演活動されている方なんですけれども、今回知事出版社さんからですね初出版ということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、とてもですねキャッチーなタイトルなんですが、ママ死にたいなら死んでもいいよということで、とてもインパクトのある、そしてびっくりされる方もね多くいらっしゃるんじゃないかなっていうタイトルなんですが、でそんな壮絶な過去を乗り越えてきた岸田さんに最後にね、お聞きしたいのが、今まで過去起きた全ての出来事、はい、いろんなことあったじゃないですか。はい、ご主人様の、ね、はい、死だったりとか、あとはご自身の病気からこの車椅子生活、こんなことがあってもですね、その過去に起きた出来事っていうのを今どういうふうに捉えてらっしゃるのかっていうことをお聞きしたいんですが、はい、